はい、どうもラズリルカです。本日2021年8月27日金曜日、皆さんならお分かりでしょう、ね、こんなところ、こんな僻地の動画を見るぐらいだったら分かると思うんですが、デジモンカードゲームネクストアドベンチャーの発売日でございます。イエーイ。というわけでですね、開けてまいりましょうか。よいしょよいしょ。ではこちら開封していきます。はい、お待たせしました。ね、もうカットされていたかと思うんですが、ここからネクストアドベンチャー開けていきたいと思います。まあ、今回当たりというか、まあ、欲しいカード、ボックス特典の後で開けますといえばですね、まあもうちょっとね、ツイッターとかでも話題になっておりましたが、フォールンダウンモード、よいしょよいしょよいしょですよね。いやあれね、ついに進化きたかと、ね、ルーチェモンのテキストにね、ルーチェモンの名を付くものにしか進化できませんみたいなのが書いてあって、ポーンと思っていたんですけど、まさかね、ついに来ちゃったなと。よいしょ。まあシークレットなんで、まあとはいえ僕ルーチェも3枚以前当てたんですよ。まあ動画とかではないですけど、抜けて3枚まで当てて1枚パラレルまで引いてるんで、できればパラレルあるのかな調べてないんで分かんないですけど、パラレルのルーチェもフォルダーも欲しいなと思っております。よいしょ。まああと他にはまあ同じくシークレットの、サノーマ、サノーマ普通にねしっかりインボーなんでね、強いよな思ってるんですけど、なんかバックマイス少なくないこれ。まあ勝ち合いでした。ではこちらね、サノーマだとか、あとはまあハイブリッド体系の枚数カードが枚数揃うと嬉しいなっていうところ、まあテーマカードとかも欲しいですね。テーマカードついにテーマにね、あの進化元効果がついたので、まあセキュリティ効果が上に上がっちゃったんでちょっとあれなんですけど、そういうところも含めていきたいなと。まあ、ちょっと検索が難しかったんですよね、あの公式サイト切れてない。よし、では組抜いていきたいと思います。何が出るかな。お、フェアリモン、まあここら辺ですよね、あのハイブリッド体のカード見えてる。そう、ハイブリッド体のカードですね。タスクも、あー出ました。これちょっと右上になった、ループできるんじゃないかっていうカード。おお、エーモンか。トインセスボルケーノ、お、なんだこれ、グリアライズブラスト、ちょっと読んでないんだよな。あれ、螺旋門か。まああの黄色は結構セキュリティ操作系になるんで、今僕も黄色ちょっと気に入って使ってますけど、セキュリティ枚数0枚とかで粘る遊びをしているのでああ確かにな、コスト、まあ1枚2枚でコストがだいぶ下がって、それでいて使いやすいカードっていうのは強いな、黄色としては。はい、バウトン、ブリザードン、お、出た、アイズモン、スキャッターモード。いや、アイズモンカード効果めっちゃ強い。紫の中では本当によろしくないです、こんなの。もうね、絶対デッキに入れますわ。ウルトラタービュレンスは強くね、2コストでマイナス3000、セキュリティベージョンもマイナス3000、いや強いな。出た、ニゼクモンと、お、出ましたね、このテーマカード、ついに進化元効果が見えますかね。進化元効果メモリーをプラス1するとね、
しかも登場時も効果があって3コストでここから普通に進化っていうか、もうこれセキュリティで出てくるレベル3デジモンと一緒ですよね。もうね、ほんと強い。まあ紫もハイブリッド体が出たってことで、いやワクワクですね。ちょっといつもと価格が違うんでね、見せ方が難しいな。お、緑のカードが出てきて、あ、ネイモンいいですね。ネイモン黒、エレキダッシュか。あー、これセキュリティ3枚、まあセキュリティ黄色のセキュリティって大体3枚をベースにしてるんで3枚調整するんですけど、なかなか3枚って難しいところなんですよね。トリプルブレイクで一瞬で潰されるっていう、あ、トリプルブレイクじゃないですね、セキュリティアタックプラス1、2、3で終わる。3までいかなくていいのか、1、2、2までつけば終わるんで、プラス1にね、マジックじゃないですねオプション使えばいっちゃうんでね、強いんですよね。そこら辺に一発で割られる時もあるんですけど、まあそれでもセキュリティデジも強化しとけば止められる時もあるんで。で、ケルビも出ましたね。かっこ悪く、自分のトラッシュから紫のテーマカード1枚をコストを支払わずに登場できる。その後自分のテーマ1体ごとにレベル4以下の相手デジモン1体を消滅させる。舐めてんな。で、消滅時自分のテーマ1体ごとに自分のトラッシュからレベル3のデジモンカード1枚をコストを支払わずに登場できる。いや強すぎんか。いやこれ多分積むわ。スレイヤーデッキのところに入ってる。いやでもあれバンデモンあんまり消したくないな。バンデモンデッキを持って遊んでるんですけど、バンデモンあんまり削ると、ん、怖い。え、何かと思ったらびっくりしたえ、でもカード入ってねえけどなと思ったら、お前かよ、切っちゃいました。危ねえ、カード切ったかと思った。スパウトモン、トイアグモン、ゴースモン、シェルモン、お、来た、チェコモン。いやもう強いって言ってもどうなのかなんですけど、このアタック時に3枚オープンできて、その中のテーマカード1枚発揮すると、テーマカード発揮してなんやねんと思うかもしれないですけど、トラッシュからテーマ呼べるんですよね。ソースが超える。で、ドムとコータと。こいつやばいっすね。X 抗体のカード1枚。X 抗体だっけ ?X 抗体ね。ドムメガモンが遊んじゃうじゃんね。あーだ。バトルオブオメガ、もう一回買おうかな。お、来ました、アイズモン。こいつは、あーそう、スキャッターモードと組み合わせるやつだな。キャッターモードね、普通に墓地肥やしに使いたいからな、入れるかどうか悩むな。アベンジキッドも暗くない、なんかちょっと焦点調整します。すいません。この手札のこのカードを登場させるとき、自分と相手のトラッシュにあるオプションカード1枚ごとに支払い登場コストをマイナス1する。ゼロまで落とせるってこと？じゃあこれ雨でねとメタルキャノンと、メタルキャノンはまあいいやいやでも今回な、豆ティラモンがさ、ティラノン扱いじゃないのがね、本当に痛いんだよな。タイガの効果が乗らないんだよな。ティラモンデッキに入れにくいんですよね。あ、レベもいいですね、ハイブリッド体。あ、めくれちゃった。ガルムモンの大ペンモンのワーガルモン、あ、出たワーガルモン。自分のテーマがいるときメモリをプラス2にする。自分のテーマがいないとき自分の手札から青のテーマカード1枚をコストを知らずに登場できる。はーん、マジか。
今テーマ出しやすくなったんですね。でも登場時効果なんだよな。あっち、ちょっとあそこ行っちゃった。ちょっとノイズ対策でエアコンを切ってるんですけど、これでもダメだったらマイクつけます。外部マイクで対応してみようかなと。お、メモリーブースト。相手のデジモン1体をレストする。その後このカードをバト、あ、レストだ、強い、いいね。自分とレスト、ほん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 。そして今がトラッシュから呼べるやつですね。デコロモンとと、エンシェントビートモン、来た、エンシェントビートモン。10頭しかハイブリッド体を持つ自分のデジモンがアドルで相手のデジモンだけを消滅させたとき、相手のセキュリティを上から1枚破棄すると。いや、このね、破棄する強い破棄するはね、マジで強い。本当にね、困っちゃうんですよ。マジ作ろうかな、破棄するデッキ。はい、フレームメモリーブースト。ちょっと距離が遠いんだよな。チェックモン、デッドリーアックスモン、フェルモン、キロ、あ、シルフィ、ジェットフィッシュ、シルフィーモンですね。メガタ、メガタ、メス来たぞ。ストラビモン、ストラビモン嬉しい。ハイブリッド隊。いいね。で、じゃあ次、ドルガモン。ドルガモン。ハックモン、ハックモン来ましたね。今回あるか、システムも出て、ね、あの覚醒バージョンも出てるんで、その辺もね、手に入るんだったら嬉しいよねっていうところなんですけど、今のところなんかあんまりだな。そしてとても腰が痛いな体勢きついんだよな。なんかもうちょっと体勢いいの欲しいな。よいしょ。お、あ、エンシェントメガテリウム、見た目が可愛い。どうすかこれ、可愛くないですか。公式で見てくださいじゃあブルーハワイです。青、青か、青あんま来ないんだよな。ポロチモン、イラスモン、お、カプリモン、プラス10か。お、エンシェントイリスモン出ましたね。エンシェントイリスモン、メスちょっと腰が痛いんで一回ここで切らせてください。ちょっと調整します。はい、すいません、画角調整しました。ちょっと体楽になるかな。ちょっときつかったのさっき。キングホエイモン、ジガストーム、仮面も見えなかったかな。サーベルレモン、下手くそすぎんか。ウェンディモン、ね、あの光加減的にはさっきのが良かったですね。あ、出た。え、ここから出てくるの。ここから出てくるの。え、これここから出てくるんですか。ちょっとどういうこと。え、まあ、え、ちょっと、あ、あ、え、それ、あ、これじゃない、いいのか。え、逆にこのボックスポイントって何。あ、テーマが出てくるだけか、もしかして。テーマのパラレル、これ、あれ、今のパレルだ。しかも織本泉だ、超嬉しい。マジ、あ、これこっから出てくる。しかも PP で出てきちゃうんだね普通にじゃあ BT で出てくればいいじゃん。透明スリーブがちょっと今日は使わないな。昨日まであったんだけどな。よいしょ。織本泉スリーブに入れる必要があるかとか、セラフィモンは入れたい。逆ですね。いいね。セラフィモン強いんですよね、普通に。進化した時もリカバリプラス1で、消滅時もリカバリプラス1。いや、まあ、消滅時のところはちょっと調整難しいですけど、黄色だと、まあ、紫ならしやすいですけどね。なるほどな、そういうことを
知らない。それはちょっとね、ボックスと購入特典だと思ってたな。いくら着物のどうやって持ったらいいの、こうなのウェンディモン、オエーモン、デッドリークスモンと、いや、闇からの読み声ひらがな版、これ1コスで使える中では紫のデジモンカード2枚まで回収できるってすげえ強いと思う。はい、フレイモン、フレイモン嬉しい。赤タン速攻をね作ってる中でフレイモンは結構便利ですね。じゃあ、うん、強いな、よし。はい、ブリザーモン、はい、フェアリモン、ダスクモンにキングホエーモン、フリッツモン、ドルモンと。あんまりあのテンション上がってないのがあんまり使わねえかだなっていうのが出てきた。いやー、結構紫を作るんですよね。今黄色にハマって遊んでますけど、紫のカードが、おー来た、レベモン嬉しいんだよな。あと緑とかね、よく使うんですけどね。お、ベタモン来た。いや、ベタモンね、やばいんですよね。ベタモン、ベタモン使いやすいんですよ今回。見えるかな、自分のデッキの上から3枚分する、その中の緑のレベル4のデジモンカードが緑のテーマカード1枚を手札に加えると。このえ、大してって思うかもしれないですけど、ハイブリッド隊に使いやすいんですよね、テーマカード呼べるっていうのは。まあそんな大してって思わないですけど、登場時効果だから普通にレベル3の登場時効果としては強い方だと思うので、ね、テーマ選べ、テーマも対象になるっていうのはね、ちょっと嬉しい。はい、シュバルツ・レール・ザッツ、ほう、特殊にハイブリッド隊持つ自分のデジモンと自分のテーマ1体ごとにレベル5以下の相手デジモン1体消滅させる、鬼強えな。レベル5ってところがね、あれですけどね、レベル6を消滅させたい、レベル6を消滅させるカードがね、あるからな。はい、マグナ・ガルルモンと。マグナ・ガルルね、どうなのこのカード、強そうだけど、価格うんこだったね、今ちょっとできたらカットしたいはい、このデジモンの進化モードから特徴にハイブリッド体を持つカード1枚を手札に戻すことで、戻したカードと同じレベルの相手デジモン1体を手札に戻すと。なるほど、そのデジモンの持つ進化モードを発揮すると、自分の効果で自分の手札が増えた時、自分のデジモン1体をアクティブする。あー、なるほど、ついに攻撃回数バチクソ増やしていく遊びが1枚ずつ割るっていうのは、それはそれで強いんだよな。あ、出た、この自分の効果でこのカードが手札から破棄された時ワンドロップ、こういうの強いんですよね。手札破棄はもうね、紫のお箱なんで自分の手札をねすぐ破棄するんです。トータモン、いいっすね。フカモン、デッドアラブ来たー、ルーチモンのカードですね。自分のトラッシュから紫のレベル5のデジモンカード1枚をコストを知らずに登場させる。自分のトラッシュが10枚以上あるとき、仮にカード名にルーチモンを含むデジモンカード1枚をコストを知らずに登場できると。8コストとしてはちょっと、どうなんだろうな。レベル5のデジモンカードをコストを知らずに登場させるカードはいっぱいあるからな。いっぱいはねえや。いや、何種類かあるよね。その中で、まあ、ルーチェモンもね、読める。いや、でも紫が必要なんだもんな、これ使うにはな。黄色で特裁できるかな。ああ、また力の意味とか入れればいけるかな。はい、じゃあ、アイスモン。ブルーハワイです。サンダー、あ、なんか今言っちゃった。サンダーエイザー、タイタルウェイブ、ドリーモン、おディノレックス。相手のデジモン1体をレストさせる。そのデジモンは次の相手のアクティブフェーズではアクティブにならないと。進化時効果2ですね。レスト状態の、レスト状態の相手のデジモン1体ごとにこのデジモンの DP をプラス1000する。
1万2000だっけ。1万2000か1万1000だったら使いが良かったな。1万2000でこれだとな、消滅方法がいっぱいあるんだよな。火力上げたとしても、まあでも1万5000超えてくれれば結構な対象外れるかな。どっちにしようかな。スキャッチターもバルクも、こちこち、アルダモン、あ、来ましたね、アルダモン、ハイブリッド体、やばい、信じられる。レベル5でプラス4000、12000、あれ信じられる。あ、泉さん2枚目、泉さんはね4枚欲しいですね。普通に4枚搭載したいな。え、これ大丈夫か。はい、次サーベルレモン、チャックモン、アンティラモン、ハックモン、あー、そう、ちょっとエオスビートデッキを作ってる、あ、ビートダウンデッキを作ってるエオスビートがね、マジレベル6エオスをねそんなに入れられないんでね、これ美味しいっすね。いや、これ美味しいな。ただあー、どうだろうな、搭載するかどうかはまた別ですけど、これ美味しいな。お、次なんだこの輝き、ダークナイトモン出ました。ダークナイトモン、よし、面白いな。自分の手札かトラッシュからスカルナイトモンとデッドリーアックスモン1枚ずつを好きな順番でこのデジモンの進化元に置ける。ほう、このデジモンが消滅した時、このデジモンの進化元からスカルナイトモンとデッドリーアックスモン1枚ずつをコストを知らずにレスト状態で登場できる。強い。カードはね、アグロが強いからな。コントロール、いや難しいんだよな、コントロール。今も黄色のコントロールデッキで今ね一人で遊んでますけど、本当に一手差し間違えると、まあもともとコントロールってそういうやつですけど、普通に勝てなくなるんだよな。ギリギリのラインで戦うんで。あ、出たまみてでもこいつですよ、問題のカード。こいつ強いのにな、なぜティラのもんじゃない。はい、カンパルタケ、よし。え、ちょっと待って、ちょっとこのデッキ、え、このパッボックスあんまり強くないな。まあでもセラフィンも抜いてるけどね。え、でもボックス1枚確定とかじゃないの。あ、紫結構引けてる。あ、プリスモン美味しい。お、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 シストモンプラン覚醒、これ欲しかった。これ欲しかった。これ欲しかった。え、でもこれ、どうせパラレルあるんじゃないの？ちょっとパラレル確認してないからわかんないけど、どうせパラレルあるんじゃないの？あれでしょ？欲しい。あ、まあ、ノワールの方も欲しいですね、やっぱね。よし、シューパールツ。どうたまま。こっちも。ブラッキー。ああ、カードが手に当たっちまった。ノーマルでよかった。ノーマル？ノーマル。コモンカードですね。はい。お、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 マジ2枚目、マジか、2枚目。ウォーグレイモン、でもね、ちょっとそっか、まあでもこれね1枚ずつ集めたいんでちょっと嬉しいんですけど、基本的に欲しいのもね、この中でも欲しいの決まってるんですよね。これはでもこれかなっていうね。はい、じゃあ一回整理します。はい、お待たせしました。なんかここすごい、ここから多分影が入ってるせいでなんですけど、今回 SR が4枚でプロモーションカード2枚でボックス購入特典1枚、今まで渋いって言って申し訳ありませんでした。え、これこれ、え、これなんか SR 多いとかじゃないよね。こいつ何枠なの。こいつ何、ノーマル枠なの。ちょっとよくわかんないんですけど、 SR が4枚で、え、これ美味しいデッキだったな。まあ、カード自体はね、まあ、ケルビモンとかは嬉しいですけど、まあ、他は使うかちょっと悩むなってラインナップです
か、まあ強いは強いカードですね、皆さんね。マジか、本当にこう間違えてレアとか入れてない？でもこれだって言ってしまえばもう SR と一緒でしょ。いや、でボックス購入特典1枚でパラレルレア、いや、でまあシステムも出て、もしこれがまあ SR ちょっと多いボックスだったらもう本当当たりですね。1ボックス目なんでちょっと僕分かんないんですけど、もう大体だってこういう、この2枚出るってすごいね。大体こう今までこういう感じだったからもしくはこうぐらいでこんな感じだったのが、なんか今回とっても豪勢ですね。 あんまり、マジか、すごいな。というわけでこんな感じでした。まあ、僕個人的に嬉しいのは普通にシスタモンのブラン覚醒、まあレアですけどね、とかフレイモンですね。この辺ちょっと嬉しいですね。で、まあこちらも嬉しいです。堀本泉さん。ほんと普通に強いんで。相手のターン、自分のセキュリティデジモン全てをプラス3000するっていうふざけた効果を持ってるんで。これだって、言ってしまえばレベル3デジモンにこの効果、シンクモト効果がついてるってことですよ。で、こいつ登場時1個別に効果ないんで、必要ないんで、このまま GO で。いや、黄色強化だな。で、セラフィも。ね、これも強いカードですね。やったぜ、やったぜ。ちょっと黄色でしっかりとデッキを、ハイブリッドタイプ系のデッキを作っていきたいと思います。まあまだボックスがあるので、これで今回動画一回ここ締めるんですけれども、今回もまたノイズとかが入っている場合ですね、外部マイク、いつものゲームとかで使ってるマイクを挿してですね、ちょっとニューボックス目は開けていきたいと思います。これが綺麗に聞こえていたら、まあこのまま続けたいと思います。それではまたニューボックス目で会いましょう。またね。皆様に謝らなければいけないことがございます。先ほどパック開封を行った際、1パック忘れておりました。23パックしか開けてなかったんですね。その中の最後に一つ、まあどうせの、なんかレアカードしか出へんやろと思ってましたら、なんとドルモンのパラレル出ちゃいました。このボックス当たりすぎん？全部そうなん？というわけですいません、追加でした。